はい、本日はですね、こちらノースフェイスのダウンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのダウンジャケットの名前がですね、アコンカグアジャケットというんですね。めちゃくちゃ言いにくい。ノースフェイスのダウンジャケットアイテムの中でも一番言いにくいんちゃうかって、もう一回言っておきましょうか。アコンカグアジャケットということになってます。これ多分レビュー動画以外もこの言葉を口にすることはおそらくないと思います。このダウンジャケットはですね、ジップインジップできるダウンジャケットなんで、ジップインジップできるダウンジャケットっていうふうに今後は言うと思うんですけども、一番正式名称アコンカグアダウンジャケット、アコンカグアジャケットですね、というジャケットにはなってるんですがですね、ちょっと前にこのフリースのね、レビュー動画出したんですよね。でこのフリースがバーサミットジャケットっていうフリースのレビュー動画出したんですけど、これとまあまあ似てるんですよ。でそれでも言ったんですけどね、これジップインジップって言って、ジップをね連結させれるんですよって、こういったジャケットの中と、外をこれジップ連結させたりして着れるんですよっていうのをこの時に言ったんですよね。でまあ見てない方はそれ見ていただければいいと思うんですけど、でも言うたってフリースでしょと、フリースの中に着るぐらいじゃそんなんやったら寒いやんかって、こんな今雪降ったとかしてこんなにどないすんのと、暖冬の時やったら確かにフリースでもいいよ、あったかいポカポカして気持ちいいよねって、まあ、フリースぐらいがちょうどいいよねとかって言ってるけども、実際こんだけ雪降ったらちょっとフリースでは私は無理ですよと、特に僕みたいに寒がりの人やったらちょっと待ってください、もうこれフリースやんと俺もう出るのはやめるわと、家でゴロゴロさせてくださいと、もう買い物行くぐらいやったら家にあるスパゲッティでもう今日は十分ですってなると思うんですけども、まあ、それのダウンジャケットバージョンやと思ってもらったら、あなるほどな、ジップを連結できるダウンジャケットバージョンやから真冬でも着れるんだということがわかると思いますし、それこそですね、理論的に言うとこういうジャケットとここ中、アコンカグアジャケットを中に入れることによってマウンテンダウンジャケットと理論は全く同じことになるんですね。あ、そんな使い方もできるんやということになっているので、まあ、この、ダウンジャケットを紹介していきたいなというふうに思うんですけど、まあ、今日の流れとしてはですね、そもそもジップインジップっていうのがよくわからん、このフリースのレビュー動画なんか見てないとよくわからへんから、ちょっとそれをまずちゃんと言ってくれっていう方もいらっしゃると思うので、そういったところの、ジップインジップの話とかもちろんします、特徴とか話して、で次にはですね、こちらの、デメリットですね、とは言いながらもやっぱりこの辺が言うたって、まあ、ちょっとやっぱりダウンと比べるととかっていうところもあるんですね。でその辺を話して、じゃあ次におすすめの人とは言いながらもやっぱりこういう方におすすめですよねなんていう話をして、最後にサイズ感という順番でいきたいなというふうに思います。まずは形から見ていってもらいましょうかね。まあ、形はですね、至ってシンプルな普通のダウンジャケットっていうような感じになっててですね、まあ、言うならばこういったノースウェスで結構有名なヌプシジャケットにパッと見た感じは似てると思うんですね。あ、確かにパッと見たら似てるなと。ただこのロゴのとこがブラックですやんってことで、裏側も同じようにブラックになってるので、まあ、目立たへんような仕様ですよね。だから今回これネイビーのジャケット買ってるんですけど、本当にブラックのダウンジャケットにしちゃうともう全くロゴとかパッと見たらもう見えへんような感じになってるんですけど、まあ、そんな感じですよね。で裾の生地にはしっかりナイロン 100% が使用されてて、撥水の加工なんかも若干もありますよね。でそれ以外になんかはですね、これ袋、収納できる袋もついてるんですね。だからここにくるくると収納できたりもできるということがあったりとかするんですけども、まあ、こちらがですね、値段が34,000円ぐらいなんですね。まあその値段から見ても分かる通り、結構最低限の機能というか、そんなにいっぱいモリモリにスペックが詰め込まれてるわけではなくて、まあ、本当に最低限ってことなんで、ジップなんかも普通のこういうなんていうんですかね、止水とかじゃないので、もう水とかは全然入ってきますし、あとポケットなんかも両脇に2箇所しかないので、それ以外のポケットとかはなかったりするんで、まあ、本当に最低限の機能かなと思います。ではこのアコンカグアジャケットについてのですね、まあ、一番の特徴ってこのやっぱ袖口にあるボタンですよね。このボタンがもちろん左側にもあるし、右側にも同じようにボタンがあるんですけども、このボタンがあることによって次のジップインジップシステムができるんですね。それ以外にあったら首もありますよね。首の後ろのところにもこのボタンがあるので、今から、ジップインジップシステムのお話をしていきたいなと思うんですが、特徴のまず一つ目っていうのがそのジップインジップシステムです。 ZIZ ということになってるんですけども、これが何かというとですね、このフリースの時も言ったんですけども、まあ普通にこういった時に上にこれパッて羽織ったらええですやんっていうことになると思うんですけども、これやる時ってよくですね、この上から着ようと思ったらこの袖がキューってえらい上の方まで持ってかれて、なんか中だけこの右手だけ半袖になってますでとかっていう時あると思うんですよね。でまたこれを外にグーってこう押し出してから、この袖を燃え袖にした状態でダウンジャケットを着たりとか、あとジャケットを着ていかなかみたいなのがあると思うんですけど、さっき
紹介したこのフリースにもあるんですけどね、このボタンをパチンって止めておくことによって、もう袖がクチ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 ならないんですよ。でさもジャケットとフリースがひっついてたかのようになるし、これの場合で言ったらさもジャケットとダウンジャケットがひっついてたかのようになるので、それの一番のいいとこって何っていうと、結局は脱ぎ着しやすいっていう、それだけなんですよね。それ以外のことって別にないんですよ。特に保温力が上がることもないし、保温力が下がることもないんですけども、なんでこんなジップインジップシステムっていうのがあるのっていうと、脱ぎ着がしやすい、ただそれだけっていうことで、なんか人はなぜかですね、これをひっつけたがる人が多いんですよね。ジップインジップシステムをやりたがる人が多いんですけども、まあ、これをやったところでただ脱ぎ着がしやすいだけやから、まあ、そんなにまあ、これがいいっていう人はもちろんいてるけども、まあ、僕としてはそんなにこれ大事なことなんかなとは思ったりするんですが、まあ、そういったジップインジップシステムがこのアコンカグアジャケットにありますよということになってて、じゃあ次はこれダウンの質としてはどうなのということになってくると思うんですけども、ダウンの質としてはですね、実はこの配合っていうのがですね、バルトロライトジャケットと同じ配合してるんですね。はあ、はあはあ、なるほど。でも バルトロダウンジャケットって6万ぐらいするよねと、このアコンカグアが3万4000円か、だいたい半分ぐらいの値段でバルトロと同じバター使ってんのってなるとですね、これノースフェイスではよくあるんですけども、配合を見てみると、例えばダウンジャケットが 80% フェザー 20% とかってあるじゃないですか。この配合がもうよくある配合なんですけど、 72% がダウン、そして 20% が04%、そしてフェザーが 8%、 これもうバルトロも全く同じなんですね。で、まあダウンって言ったら分かると思います。綿ですよね。こうふわふわな綿で、それがまあ言ったら 72%、 7割入ってますよと。で、あれなんかよく分からへん、04っていうのが20入ってるな、これ04って何なんですのっていうことになってくるですね。この04っていうのが、まあ要は人工の綿ですよね。その天然の綿と人工の綿、パッと見た見た目っていうのはほぼほぼ分からないと思うんですけど、人工で作ってるので、例えば水とかに濡れたりも強かったりもしますし、それ以外にあったらノースフェイスが独自で作ってる高電子っていう技術なんですけど、まあ、それが冷温をベースに作られてたりするので、そういうのがまあ 20% 入ってますよと。で 8% のフェザーは何ですかというと、まあ、これですよね。この羽ですよね。羽が入ってるということになってるので、これはよくノースフェイスで出てくる 72-28、 それバルトロと同じですやんということになってるので、まあ、それは覚えておいていただきたいなというふうに思いますので、まあバルトロと同じような配合でダウンが入ってますよということになってて、じゃあ次の特徴は何なんかというとですね、でもバルトロより半分の軽さなんですよということになってるんですよ。あれ、ほなそれどういうことなんかというとですね、バルトロと同じ配合をしてるくせに軽い、どういうことってなってくると思うんですけど、配合は一緒なんですね。パーセンテージは、ただ綿の量が違うんですよ。そやからパッて見てもらったら、確かになんかバルトロってこう雪だるまみたいにモコモコしてるイメージなのに、これはなんかモコモコというか、ちょっとペタペタしないっていう感じがあると思うんですよね。なんかそんなにこうゴワゴワしてる感じないなっていうふうに思うと思うんですけど、これはもう綿がこれは減らされてるんですけど、どれぐらい減らされてるかというとですね、このジャケットの総重量がバルトロが900ぐらいなんですね。こっちのダウンジャケットに関しては400っていうことで、もうこれも半分ぐらいになってるんですよ。だからお値段も半分やけど、綿の量も半分になっちゃってるやんっていうことになってるので、まあ、バルトロジャケットほどはそんな分厚いのいらんよと。やけどちょうど半分ぐらいの薄さで、ちょうど半分ぐらいの、まあ、お財布に優しいダウンジャケットなんてなんかどっかないかななんて言ったらですね、このアコンカグアがあるんですよね。まあ、なのでバルトロと同じ配合はしてるんですけども、綿の量は少ないので、まあ、その分軽さは出てるというのも言いますし、まあ、逆に言ったら暖かさはやっぱりちょっと落ちてはくると思いますので、まあ、その辺が、アコンカグアジャケットの特徴かなと思います。まあ、あくまでもこれってアウター1枚で着るっていうこともそうなんですけど、それ以外にやったらさっき言ったみたいにこうやってジップインジップシステムで中に着ることも考えられているので、あんまりにも膨れすぎるとこの中に入らないんですよね。だからインナーでも使えるしっかりめのダウンジャケットっていうのがまあ特徴にはなってくると思うんですけど、じゃあデメリットはどこにあるんかというとですね、やっぱりこれパッて聞いてもらったら分かると思うんですけど、本当に今最初も言ったみたいに最低限のスペックなんですよね。だからめちゃくちゃすごいあったかさがあるとか、すごいこう風から守られたり雨から守られたりとか、止水ジップが使われてるとか、こうハイ機能な機能が備わってないんですよ。せやからどういうことかっていうとですね、やっぱ暖かさはちょっと劣るんですよね。まあ、なのでアウトドアのブランドのダウンジャケットってめっちゃあったかいとかっていうイメージされてる方からしたら、あれちょっと物足りひんなとか、あれ雨にも濡れるなとか、まあ、そういったなんか普通のなんていうんですかね、セレクトショップが出してるぐらいのダウンのクオリティになってると言いますか、いかにもアウトドアメーカーが作ってるバリバリのめちゃくちゃ機能的なダウンジャケットっていうのはだいぶかけ離れているので、まあ、ちょっと保温力は下がってくるっていうところも、まあ、この辺はちょっとデメリットになるんかなというふうに思いますので、特に雪国で着たいとかっていう方からすると、ちょっと保温力は、まあ、そんなに期待せん方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、見た感じのね、綿の量からしてもそんなにゴツゴツの綿入ってるわけじゃないから、まあ、そりゃそうやろうという感じだと思うんですけど、まあ、その辺がデメリットになってくるんかなと思うんですが、じゃあ次はおすすめは何かというとですね、おすすめはこちらのフリースの時でも言ったんですけども、こういったマウンテンジャケットとかっていう、
もう要はジップインジップシステムできるジャケットを持ってはる方からしたらですね、このジャケットの数値のパワー数値をですね、もう 1.5 倍から2倍ぐらいまで上げれるんですよね。でそれこそこのジャケットって完全に雨も通さへんし風も通さへんから、まあもちろん1枚でも着れると。ほな次寒なってきた時はこういったフリースであったりとか、こういったアコンカグアを入れることによって本当の真冬でも着れたりもできるっていうことになってて、じゃあ逆に次は春先になってあったかくなってきたなって言ったら、このダウンを抜いてあげるんですね。ほんならこれ1枚になったらまた春先も着れるっていうことになってるので、まあ、言うたら悟空とかがですね、まあいろいろセルとか魔人ブーとか、まあ、フリーザーと勝負しましたよね。でその時にまあ負けましたと。で負けたけどもやっぱりオラは強くなって帰ってくるって言って、精神と時の部屋に行って 1.5 倍も2倍も強くなって帰ってくるというところが、まあ、これがマウンテンジャケットのジップインジップシステムと似てるところなんですね。まあ、なのでこのダウンジャケットを言うならばですね、精神と時の部屋ダウンジャケットと言っても過言ではないぐらい、こういったマウンテンジャケット、もしくはマウンテンライトジャケットとかを格上げしてくれるんですよ。だからこの辺を持ってはる方からしたらめちゃくちゃ買う意味っていうのはあるかなというふうに思うんですが、それ以外の方はですね、特に別にこれをあえて買う必要はそんなにないんかなというふうに思いますので、それやったら3万円ぐらいするやったらヌプシジャケット買ったらええやんって僕は思ったりするんですよね。まあ、こちらとほぼ値段が変わらないので、まあ、そう考えるとダウンとして見るにはちょっと心もとないけど、まあ、ちゃんとジップインジップできるんやったらまあまあありなんちゃうかなというところが、まあ、おすすめの人にはなってくるかなと思いますので、先ほど言ったみたいにジップインジップでできるし、あのジャケットっていうのが3つなんですね。マウンテンジャケットで、マウンテンライトジャケット、そしてスクープジャケット、こちら3つになっているので、まあ、これを持ってある方なんかにはいいんじゃないかなというところになってます。ということで、まあ、最後はサイズ感にいきたいなと思うんですが、こちらサイズがですね L サイズなんですね。僕は178-69kgということで、最近お太りになったので69まで来てるんですけど、まあ、70までいかんように頑張りたいな言うてますので、こちら L サイズを着てるということになってて、マウンテンジャケットの方に関しては M なんですよね。だからサイズは若干違うんですけど、ジップインジップ的には全く問題ないので、マウンテンジャケットが M やから同じ M 買わなあかんとかっていうことではなくて、自分のサイズに合ったやつ買ってれば、多少前後したところでジップの噛み合わせっていうのは全く問題ないので、まあ、自分の合うジャケットを買えばいいんじゃないかなというふうに思います。ということになってます。本日はですね、ノースフェイスのアコンカグアジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。